どうもです、えっと、今日はハロプロの曲を10曲ちょっと長いのかもしれない10曲ですね、えー「バレンタインデー」にちなんでえー、っとね10曲この「女の子不敬なな」って気持ちになれるなんていうかハロプロ曲をこれベスト10じゃなくて紹介していく曲順通りに10曲聴いたら すごくいいいい気分になれるみたいな不敬なーって気持ちになれるみたいなねそういうのを選んでみましたのでお付き合いくださいご紹介していきましょう、えー、早速じゃあえー、っとねこれ曲順でまあ一枚どういうことかというとコンセプトアルバム CD 作ったよみたいな感じでで今の時代なんで別に CD 買わなくてもその選曲通り なんかストリーミングでもいいですし、えー、選曲して CD とかあったらそのままの順番にして聞いてみたらあーってわかるやつなんで YouTube でもいいですし検索してもし気になったら聴いてみてくださいじゃあ1曲目、えー、m y d a y s for y o u 眞野えりなちゃんの曲ですねえっ、ー、とこれは作詞のぶさん作曲中島拓哉さんそして、えー、と鈴木俊介さんアレンジというような曲でございます まあえー、マノ・エリナ歌唱だけにとどまらずハロープローバースデーイベントなんていうところでね、えー、と各メンバーが選曲する率非常に高い曲ですで選だって先日先月、うん、昨年、えー、中島拓哉さんもセルフカバーをしてらっしゃってそれももう素晴らしくかっこいい彼がインストアでレコ発なんかでギター弾き語りでねやっているバージョンなんていうのもうん 聞いた方がいいいつねまたやってくれると思うけどねこれすごく1兆以上の価値ありでございますでまあまあ「マイ・デイズ・フォー・ユー」僕がね思い入れ深いのは宮崎ゆかちゃんジュースジュース宮崎ゆかちゃんのバースデイイベントで歌われたバージョンなんていうのがあるんですけれども、まあ、これはバースデイ DVD にしかおそらく収録されていないんですがこれもあったかな YouTube にちょっと、うん、微妙に分かりにくいところ 調べきっててななくて申し訳ないだけども宮崎ゆかちゃんバージョンがいいこの曲の魅力うーんとねマノエリナさんも宮崎ゆかさんも僕いつもですけどねあの歌の魅力歌手だどうだみたいな喋りがちねでもそんなに歌っていうのはねテクニックや力量がなくても伝わってくるものでございましてその代表的 もちろん努力トレーニングしてってっことになりますよでそれであるところのなんてパフォーマンスがそれほどでもない場合ってあるじゃないですかこのスポーツ選手でもそうでしょこの長打力あるけど足がとか足が速くないとか、まあ、守備力は劣るんだけどもバッティングは逆もね守備はいいんだけどバッティングはとかでだからといってプロの世界で通用しないということではなくそういう人そういう子たち もうこれ必ず組み合わせそしてそのタイミング時代いろんなもんで居場所ってあるんですよ。なのでねこのポジショニングをどこに取っていくかというのも重要ですけれどもその時にどういう大人バランスの環境にいたかなんていうのもね、えー、世に出てこうやって見れるっていうことになった子たちには何かそういう降りてくるものというかちゃんと。 時代がが証明でできるポジションがあったっていうことですね、まあ、そんな感じで、えー、マノエリナちゃんのマイ・デイズ・フォー・ユー素晴らしい曲これはバレンタインそしてちょっとまあそれはだけではないけども、えー、となんてつうかなラブラブしたラブソングじゃないところがいい、まあ、そんな曲を選んでますんで引き続きお付き合いくださいじゃあ2曲目えっ、ー、とね「アイ・アイ・ガサ」ですジュ,ースジュース・ジュース アイアイですよこれもな作詞作曲中島拓哉大久保香織さん編曲ですね。えっとねこの辺何が素晴らしいかというとねこの曲もねあのおしゃれながらおしゃれなんですよねおしゃれながらなんか女の子像というところがすごくなんか速やか心地よく、うん、入ってきてしまう。 にくいね、うん、またこれ金沢智子的なね何、えー、ていうかコーディネートに似合うんですよね。抽象的すぎんなこれなちょっともうちょっとあのうまく言わなきゃいけないんだけども、まあ、曲の部分いきましょう。う中島さん中島拓衣さん、えー、とかなりおそらくですけど UK ロックね、まあ、本人も言ってますけども。 70年代、80年代含めて造形深めな方だと思います。で、少し映画のサントラにでもなりそうなね、えーと、サウンドアレンジなんてのもあるんですけど、なんかね、僕もまた抽象的に言っちゃうから、昔のこの、えー、フランスのヌーベルバーガーどうだとかイタリアのどうだって言って、タイトルね、忘れてるからもうちょっとちゃんと調べて <laughs>、あの、お届けできるように、えー、精進します。まあでもそういう。 少しレイドバックした感じの音っていうのは綺麗に入っててしかもなんかちゃんと女の子のための曲みたいになっててねそ,そういうふうになってるのが嬉しいっていう感じ、うん、そんな感じ <laughs> はいじゃあ次行きましょう3曲目です,、えー、っとです「100回のキス」松浦ちゃんです回のキスバレンタインに聞くと重いですよね、うん 重いんです歌詞検索してくださいだ,だけどこういう女いたら男性人生に一回はねこういう女性経験ねし,しときたいですよね。このお奥まで来る奥より来てるみたいなねことなんですけどまあリアルと。 夢,夢と現実みたいなこ,こもありましたけど、リ,リアルと、ね、夢とみたいなところなんだけれども、それが行き来じゃなくて、夢占領みたいな、ね、この <laughs> 感じですよね、うん。多分これも感覚がられそうですけど、<laughs> まあそういう圧がありながらもちろん繊細な松浦ちゃんの声の表現というところで世界観ドーンと広げていると。まあそういうことですから。 お許しくださいよねあのいろんな愛の形表現の形あるっていうところで言うとバレンタインでは思いのきたなっていうね <laughs> そんな匂いになるのが100回のキスなんじゃないかなと思いますさあじゃあ続いていきましょう4曲目4曲目は恋はマグネットこれカントリーガールズですねまあ惜しくもうーん惜しまれて、えー、と去年 解散とは言わないけれどもまあ一つちょっと第カントリー娘カントリーガールズ3代目どうなるのってなってるけどまあその2代目みたいなの一幕を落とし一幕降りたというような感じで考えていいと思いますそのカントリーガールズがこれ2016年だったかなにえっ、ー、とリリースされた曲マナ、ま、考えがいた最後の曲になったのかなねそんな感じだったと思います。 えとこれはね五つあ五つこれ名前俺畜生覚えてないな日って書いて日って書いて日々っていうのかなでまあこれはちょっと訂正もしあったら後で概要欄に書いておくであとはやすし渡辺作曲やすし渡辺同じく編曲ですねこれ最初聞いた時からもう僕の好きな壺 ちょっと 80s 後半の歌謡曲歌謡曲というかあの辺はアイドル曲歌謡曲ロックいろいろ混ざってて面白い時期なんですけどその話は今度するとしてそういうテイストを残しながらちゃんとカントリーガールズのメンバーがー少女が背伸びしてるトライをさせてくれてたっていうねそこも良かったねなんか少女があなんていうのお姉さんぶる時の 曲なんていうのはう僕はちょっと感受性がどっかで止まってるのかななんかバレンタインっぽい感じがしちゃうんですよねそうそう、なんか女の子女性と話しててもやっぱりバレンタイン感っていうところでテレもなくシャーシャーと話せる子たちって比較的若い子たちな気がするんですよねちょっと間違ってたらごめんなさいいつでももう指摘してもらっていいですかそうちょっとここであの質問が僕は僕から質問があるんだけど見てて 女性のねもし見てくれてる人がいたら女性限定だよこれ答えてほしいんだけどまあ、男性でも,もう女性部って答えてもいい,い,いけどね <laughs> 女性から何て言うのかな見てバレンタインに似合う曲と他にあったらまあまあ,あの教えてほしいってやつですよそれでその理由も書いてほしいというねことでございますまだ今4曲だからあとの6曲にね、えー、出てきたらまあそれもそれでよしとして共感でもいいしおい 違うだろうお前と何にも女の子とのことなんか分かってねえよでもいいからねまあそんな感じでじゃあ続きましょう次は5曲目です寒いねスマイレージですよ寒いねもうこれこれはねあのスマイレージの中のベストバラードですからまあこれはあまり色んなんじゃないかなうん,なんか 日の打ちなしただ寒いねって言っちゃってるから夏ちょっと聞くとおやおやっていうなんか1年間タイトルがゆえに1年間聞けない曲って結構ハローもあるんですよあの,のキ,ュキュートの曲なんかあれねクリスマスのね曲あれもまさにそれですよ超いい曲なんだけど「クリスマスは」とか言っちゃってるからうん残念 <laughs> 残念でもねえか勝手に嫌いい話だもんね これ作詞作曲つんくさん、えー、と大久保薫さん編曲ということでございましてこのツンク「つんく大久保薫組」みたいなのはねなかなか名作多く出してるんですよ。まあ、それもちょっとねたまにアレンジ作曲家組みたいなのでこんな曲っていうのの特集やってみても面白いかもしれませんね。が、うん、大僕はこれも大傑作だと思ってます。 当時の6人のの人スマイレージのメンバーですよね。もう今は竹内あかりちゃんしか残っていないという状況ではありますけれどもその6人のスマイレージをやっぱりこの少女から大人にえ変えさせるようなのに対しての最初のなんかバントが意外とタイムリーバントみたいなうん分かりにくいか <laughs> なんて気がしておりますねこういう曲聞くとあ アイドル歌謡バカにできないなぁと。ね。それぐらい曲もクオリティ高くそして心にしみ入る歌詞いいなぁと。ね。こんな感じで前半5曲でしたよ。さあこの前半5曲ね全部後半も言えることなんですけど女の子のタイプが全部違う気がしてますね。まあそんなことを言ったらハローの曲全員違うだろうなんて言うんですけど。 まあ男性ここは男性から見た女性の見方になるのかもしれないんだけれども女の子のタイプを違う形にできるっていうのは当然まあ作詞家を変えているというのもあるんでしょうけれども実はツンクさん一人でで結構昔からできてていたハローの手法な気がしておりますそれを今はいろんなソングライターコンポーザーみたいなのを駆使して「えー、ツンクイズム」の枝葉を継承しているような。 ね、なんかそういうふうに聞こえるのも昔から聞いてるハローだといいますかハロー好きな人だったらあなるほどって分かるところあるんじゃないかなと思いますねなんかこ,のこうだって説明しないできない方があ音楽っぽくていいかもしれないけどねなんて感じじゃあ後半いっちゃいましょうさあ後半一発目、えー、好きかもしれないこぶしファクトリーですね さあ来ましたよこれ井上、ね、ウ井上イ,イ,ノウエレイフューチャーサウンドみたいなことなんですけども好きかもしれないですまだメイビーです、ね、で、まあ、歌詞は全然聴、うん、いてもらえば分かるんですけどもまあたいもう打つ方向決まってるやつですよメイビーとは言ってもう打つ方向決まってるじゃあ,あとは正面に飛ぶかワンバウンドするかフェンス越えるかですよねそういう <laughs> とということでございまして、えー、と好きかもしれないも相手の、うんね、ピッチングとか、その時のカウントによって変わるわけでしょうけど、児、えー、玉あめコさん。児玉あめコの歌詞いい <laughs>、ね、もうこれは児玉あめコさんだけでまたやりましょうね。俺、やること多すぎるんですよ、これ。YouTube 語りたいことすごく多くて、これ、文章おこしなんかやってたら。 あの俺やらないからだからこの取って出しみたいになっちゃってんだけどや、ね、んないよりいいだろうってことでこういうのやってんですよで作曲コウガさんねコウガさんはね俺ちょっとこの言いたいこと二つに分かれるんです、ね、おめえに言われたくねいよって思うかもねしれないけど分かれんのよだけどあのまあこの曲はこだま子めこよしでコウガさんもよしでいこうねであと 平田これも名前忘れちゃったな平田章一郎でいいのかなねしっかりする <laughs> なアレンジ編曲ということでございますね、うん、この曲、まあ『レイレイフューチャー』された曲ってなってるから本人がこのあと、ね、いろいろ挙手騒がれてますけれども、えー、とソロでやろうがジュースジュースアンジュルム、うん、大逆転モーニング娘。ビヨンズはいないだろうけどシングループとかねいろいろあっても 歌い継ぐ感じじゃないかなと思いますから、えー、とレイレイのもしレイレイがそわそわしてバレンタインデーで,でなんか男の子先輩なのか同級生なのか分かりませんけどに寄り添いたい愛をなんとかみたいになってたら可愛いなって感じが浮かぶ、まあ、気持ち悪いねまあまあね <laughs> まずはそんなもんそんなもんそういう曲でございました じゃあ続いていきましょう7曲目 I need you、ね、夜空の観覧車椿ファクトリーこれ椿ファクトリーでまあ一番いい曲ですよ、うん、また一番とか言っちゃったらダメかなこれまあでも一番好きじゃあ一番好きな曲これでいいじゃんね、えー、作詞星部賞作曲星部賞編曲浜田ピエール優介さんと星部賞ね この7曲目にして出てきましたね星部翔もうハロー好きな方はこの星部翔というワードはざわつき以上でしょうえー、とまあ一時期つんくさんなんじゃないかなんて言われていたねつんくイズムもちろん作曲の中でも歌詞の中でもドラマティックなところとかも含めてね、えー、継承だけじゃなくてまだまだ計り知れないところありますねあります いいな星部賞っていうまあ彼はまた他の曲もいいとこあるんだけど、まあ、この曲ちょっとズバ抜けかなと思っちゃってます椿ファクトリーもなんかこの早い段階でこういう曲歌えてよかったよねっていううんそう思いますじゃあ続けちゃいましょう8曲目8曲目心の叫びを歌にしてみたキュートですねキュート 作詞作曲すごく編曲「板垣悠介さん」ね、ええー、とこの曲うーんとバレンタイン的というともうちょっとまた女の子像がねすごくう何て言うかなネクラ方面からもいけるし明るい方面からもいけるしなんかどっちの登場人物も似合う感じですねまあ騰自体に急騰ってグループね自体に キャラクター本当にさまざまな方向の子がいたからまあこういう曲つんくさんもう見事ですね得意中の得意と言ってもいいのかなもうこういう曲かけるから本当にすごいなんだろうねコンサートでももうなんか泣かせにかかってない曲なのに泣きそうになる時ありますよそれがねキュートはまあ今からだと見れないのがちょっとうん もったいないもったいないなとかしょうがないもったいないじゃないしょうがないけど DVD とか様々まあ映像も今からでもね、えー、集めたりネット上でも探すことできますからそれで疑似体験してみるのもよろしいのではないでしょうかでは続いて9曲目いきましょう9曲目銀色の永遠です銀色の永遠藤本美希ちゃんの曲ですねこれも作詞作曲つんくさんそして編曲あきらさん このアキラさんってすごい編曲の方ですよ、まああのー。アルファベットで、大文字で、アキラで、えー、ローマ字ですね。調べてみたら面白いと思います。えー、藤本美希ちゃん、ミキワンというアルバム、もうこれも松浦のファーストキス、そして後藤のペイント・イット・ゴールド、マッキング・ゴールド、あの辺のね、えー、アルバム、聞けを取らない。 十分素晴らしいアルバムですよ当時まあ僕も野球に例えがちねまあガチというか例えてるだろうっていうことだと思いますけどで言ってたのが要は松,松浦は長島で後藤は王貞治でそれに比べると藤本美貴は腹立つりぐらいだろうみたいな腹立つのは十分すげえんだけどまあでも実際そんな感じかもしれないですよね。えー、と記録の 後藤記憶の松浦まあ後藤は記録も記憶も両方だけどねで松浦も記録もあるんだけど確かねオリコン1位をシングルで1枚も取っていないのが松浦亜なんですよで唯一取ってるのは「Shall WeLove」それも後藤とまさにこの藤本美紀ちゃんと一緒にえー、っとね「ごまっとう」というグループを組んでいてその曲が唯一オリコン初登場1位という形だったと思っております 記憶しておりますまあそうだよ、うんこ。これはそうだ。うん、でえー、と銀色の永遠藤本美貴ちゃんのねこの辺のなんか気が強いんだけれどもその女の子が少しなんていうの恋によりあ溶けていくような瞬間みたいなのって男性から見るといいんですよね。がか好きついていってるわけじゃないけどなんかそういう瞬間っていいなと思う。 もんなんですまあそういうこう,いうの話は俺からしてもしょうがないからこの辺にしときましょうじゃあこれは10曲目で次10曲目これで全部になります、えー、ベリービューティーベリーズ工房、ね、これで、えー、と一枚のバッター締めたいなと、まあ、この曲も作詞作曲ツンさんで編曲鈴木俊介さんということでございますねこれは初期の頃ねえっ、ー、とリリースされた時 やっぱり一番この選曲の中では一番響くんだけどやっぱり一番幼い感じの時に歌わせてて、えー、ハロプロあるある芸だなと思いますけどまあベリーズボーボの中でバラードを上げろと言ったらもう上位123はまあおそらくこの曲入るでしょうねどんな方が選んでもうんこの歌詞は僕が余計なこと言わないで聴いてみて検索してでもいいですから見ながら。 あなんかバレンタインに聞いてみたらまあ国はあんな感じで言ってたけどまあまあわかるなっていうふうになる,なるかななるななってもらえたら嬉しいなってことですよ。ね。まあじゃあ以上10曲です。でこれはあのー、ちょっと最初みんなに見てほしいがゆえにだから、あのー、バ,バババッとリストを 出すの遅れちゃうかもしれないけど、まああでリストもちゃんと概要欄に載せますし、これでこの曲通りになんか、えー、僕なんかだったらまあカセット、MD、CD、CD ぐらいにしとっかとか作って渡すでもまあセットリスでいいかでそのまま流して聞いてみて、えー、感想なんていただけたら嬉しいですね。であと一個最後補足補足というか PS で なぜモーニング娘。の曲を入っていないかいい加減しろですよね。これはモーニング娘。だけで10曲作れるからです。それ今日中にバレンタイン中に間に合ったら載せますよああ取って出しますよ。簡単なモーニング娘。だけで10曲作れるから。ねわかるでしょ、うん 難しいんだよもう二十何年もあるハロープロの曲の中からねこういうのコンセプトを立てて選ぶの面白いからまあ僕もパーティーみたいなことやってるんだと思いますけどうん至なんのはだけどその時を思いついたりそのいる人たちの景色あと自分の人生とかフィーリングのタイミングだよねの時に合わせてで、えー、と背景変えたり思い出駆け巡らせたりするのも間違いなく醍醐味。 そんなふうに思ってますじゃあまあままままあああこの辺にしししすかねねね長長くくななりりりたた、ね、約束通り長くなりました、ね、じゃあ間に合えばモーニング娘。編もお届けしたいと思っていますので、えー、と今日バレンタインいろんな意味で一喜一憂する方々がいらっしゃったりしたら、まあ、そのクラシックなスタイルあんまりいないかもしれないけど、まあ、お友達とか交流の上で女の子ならできることで男の子なら何かそれによって返せるものみたいなのが。 つながっていったら2020年俺たちに生きている感じなんじゃないのつうことでじゃあねいい一日を。